ここではない別の世界、とある大陸に住まう七人の妖怪たちに何者かによる悪意が忍び寄る。友、故郷、己を、一番大切なものを奪われ絶望に打ちひしがれながら、それでも彼らは前へと進む。僕は犬神の子、メイティム。今はまだ半人前だけど、いつか強くてたくましい一人前の犬神になるのが夢なんだ。今までの僕は怖いもの知らずで、変な自信だけはあって、だから大人になれば自然とトト様みたいな立派な犬神になれる、そう思い込んでた。あの時僕は幼すぎた。夢が叶わないことより辛いことが世の中にあるって知らなかったんだ。兄ちゃん、受け止めるべき器を失ってしまった。大人になるために大切なこと、今は分かった気がする。きっと取り戻してみせるから、それまではこの体貸しといてよね。わしはグテン、山神として自然を守りながら、山と人間がこううまいこと仲良くやれるよう取りなすのがわしの使命だ。木の上で昼寝したり、たまに人助けしてみたり、備え物に混ざっていた本を読んだり、天狗に生まれたのも悪くねえなんて思ってた。だけどあの日、わしを取り巻く全てが変わっちまった。こいつはいよいよ穏やかじゃねえな。どいつもこいつも目が血走ってやがる。なんだよこれ、みんな燃え尽きてやがる。他はいい、だが一番大事なものだけは返してもらう。そのためなら泥水をすすってでも生きてやるぜ。地に落ちた天狗、愚天としてな。黒狐一族、王家嫡男、黒木天子と申す。森の中に築かれた黒狐の国、その次期国王として私は親愛なる家族や友のもと、己を磨くため日夜鍛錬に励んでいた。それは国を守るため。決して大きな国ではないが、大切な民を守るという使命は私に大きな充足感を与えてくれた。一族や国は私にとって全てであり、それ以外のものなど望みはしない。そのはずだった。あの日、剣の一振りに等しい一瞬の刹那で全てが消え失せるまでは。では行くぞ。はい。主様、あなただけでもお逃げください。もうバカ者。だが私は確信している。なくした者たちはこの世界のどこかで私を待っていると。それを取り戻すためならこの剣を汚すことさえ厭わない。邪魔をするならば切る。オラは言う。友達の初は願いを叶える座敷わらしなんだけど、オラには願いなんてない。家族と初がいるだけで最高に幸せなんだ。オラはこれからもこんな毎日がずっとずっと続くんだって、そう信じてた。だけどオラは知ってしまった。何の理由もなく幸せを壊す存在がこの世にいることを。いつかきっとあの日々を取り戻してみせる。そのためにももっとしっかりしなくちゃ。これで一緒にいられるよね。ユウ、君は本当に優しいね。初、うん、君は叶えたい願いがあるの？ならオラの目を見てごらん。どうも、白狐の四郎という者です。代々
神社のお稲荷様を務める一族の生まれということもあって、幼い頃から宮司の娘の巫女と一緒に育ったわけでして、まあなんて言うんですか、彼女のことは大切じゃないといえば嘘になりますかね。だから稲荷としていつまでも守っていければいいなと、そう思ってたんです。お願いされる方の私が願ったから罰が当たったんでしょうか。そんなささやかな思いは叶いませんでした。なんだよ、もったいつけやがって。それを言わせますか。めちゃくちゃだ、俺は鬼。いけません、琴葉さん。誰よりもそばにいるはずの彼女にもう一度会いたい。だから私は旅に出ます。失われた愛を求めて。もちろん嘘ですよ。オイラはポンタロ、変化の術を操る化けたぬきさ。ある日、この世界は広いんだって知ってから、小さな集落にこもっているのが我慢できなくなっちゃった。ダメって言われると余計に気になるものでさ、麓に住んでる人間が気になってしょうがなくなったオイラはついに群れの掟を破って人里へと降りたんだ。そう、あの日が全ての始まりで終わりだった。オイラじゃない、先生はそいつに騙されてるんだ。あれだって、オイラだよ、ボンタロだよ。なんでだよ。チクショー。全てを取り戻すためにももっと知識を深めなきゃ。化けたぬきが騙されたままなんて笑えないからね。次は騙し返してやるんだ、変化。騙された。我が輩はチェルタっちゅう猫又や、よろしゅうな。まあ猫又言うても昔は普通の猫やったんやけどな、あの頃はめちゃくちゃ居心地ええ村を見つけてしもて、そこで自由気ままに暮らしとった。村のみんなも優しくて、なんやたまには恩返しでもしたろかななんてらしくないことまで考えとった。そうらしくなかったんや。せやから都合のええ話にうっかり乗ってしもた。いつも可愛がってくれてありがとう。あなたチェルタなの？チェルタ。嘘や。チェルタ。こんなん嘘や。猫は白状やなんて言うやつがおるけど、我が輩はそんなことあらへん。自分のために悲しい思いをする人がおるんは絶対に嫌や。だから取り戻してみせる、我が輩のやり方でな。猫股の力、侮ったら痛い目に遭うで。なくしたものを取り戻す、それぞれの決意を胸に彼らは旅立つ。たとえ道の先にさらなる喪失が待ち受けていようと。これは彼らの旅を綴ったあやかし北。オーディオドラマ CD7 人のあやかし。